小吉、大吉、アミキシです。はい、ということで、今回も動画撮っていくんですけども、今回はですね、ゴブドリ使って上位行ってた人、お疲れ様でした。ということで、ついにね、下方来ました。はい、ゴブドリがね、下方修正来ましたね。ということで、まあ、環境も変わるだろうということで、499位、あと1勝でね、9展開ということで、ボンバルでマルチ行っていきたいと思います。で、まあ、ちょっとやったんですけども、ゴブドリ、まあ、弱くなりましたね。強いと思うんですけど、別に。まあ、でも、ぶっ壊れじゃなくなったかな。どのデッキにも入るようなカードではなくなったと思うんでね。まあ、いいんじゃないですかね。前のはやっぱ強かったね。やっぱね、僕一番でかいと思うのは、最初のゴブリンが出てくる。あれがマジで強かったんですよ。あいつが結構削ってたんですけど、それが0秒から1秒になったおかげで、思ったより削られないで済むし、スケルトンとかね、当ててあげたら、まあ、登場ダメージでスケルトン飛んじゃうんですけども、なんですけども、ちょっとね、タイミング遅らせてスケルトン出したりしてあげれば、ゴブドリを削りつつ、まあ、ゴブリンのね、出てきたゴブリンのタゲも取ってくれるんで、その隙にタルババで処理するみたいな感じだと、割と抑えれましたね。そう、だから、前よりは防衛が楽になるかな。まあ、でも強いんですけど、マジで、そう、さっきも言ったんですけど、強いと思うんですけども、ぶっ壊れかはわかんないですね。うん。まあ、妥当ですよね。あんな、だってさ、TV 見てもさ、ロイヤルアーピー見てもさ、誰でも使ってるような、もうみんな使ってるような、9割使ってるみたいな感じのカードだったんで、まあ、そりゃあね、そりゃこうなるわって感じですよ。まあでも楽しかったですね。なんか、クラノワやってる感じしなかったしね、あのカードのせいで。クラノワじゃないゲームやってるみたいな感覚だったんで、なんかおもろかったですね。新感覚でしたね。新しいよね。本当に、ああいうカードは。そう、こんな感じでね。まあちょっと今エレキサー使いすぎたんですけど、今タルババあればね、すぐ処理できたんですけど。まあだから、めっちゃ弱いわけじゃないんで、全然これからもね、見るとは思います、全然。強いのかわかんないけど、でも使う人は絶対いるんでね。でも、その9割、2回に1回当たるわとか、あ、じゃもっとか。え？ちょっと難しいな。10回に8回とか9回当たるわみたいなカードではなくなったかな。2回に1回じゃ 50% じゃん。やばい、バカバレた。これエレジャイですね、相手。エレジャイなんで、でもね、ドリル別にそんな怖くないんですよね。正直。言うて怖くない。これはね、アイゴレつけて、マスケ延命します。で、相手が何に対応してくるかによるんですけど、ここはね、結構がっつり延命していきます。オッケーオッケー。こんな感じで、あー、そうか。インドラインのか。これ、タル切っちゃダメだったね。いやー、右入るけど、いやーって。いや、許容ができない。いや、待って。わかりました。タルババ切っちゃダメだね。タルババ絶対切っちゃダメ。ゴブドリ持ちに相手に対してはタルババは絶対に温存ですね。じゃないと、こんな感じで痛い目見ますね。やってしまったな、これは。さあ、これは、タゲ取りつつの逆サイド。まあ、これは、多分ね、守れないんで、それ早いな、取るね。でもあんま意味ないか。タルババ延命、あ、違う、温存って言ったんですけど、切らざるを得ないね、これは。で、これ多分落ちちゃうな、しゃあないんで、僕ね。うわー待って、それやばい。マジか。いや、マジか。ちょっと待って。それは予想外。やばい。ちょっと待って。違う。頼む。スケルトン、タゲ取れ。お前、ナイス。これさ、ばっか落ちるよね、多分。え、さすがに落ちるよね。落ちてよ。弱くなって落ちないとか見て。落ちるんかい、待って、ディガー返して。嘘やん。いや、落ちるんかい。爆破だめ、覚えとかないとダメですね。僕、前のダメージも覚えてないんだよね、実は。俺ってなんか結構ね、そういうとこあるんよね。適当なんよね。割と。全然覚えてないんですよね。だからダメなんだよな。だから上手くならないんだよな、俺って。えぐい。マジか。これはね、こうやります、僕。いや、これウィザード許容して、
一発にして、オッケーオッケーオッケー、耐えた耐えた耐えた。で、トレネ切ったらしい今。これ、これでよくね？ライトニングか？いや、ライトだな、これ。でもライトなんですけど、うわー、お前があったか。そうか。でも一発入るんじゃね？入る入る入る。来た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 。カルダシエルじゃん。いや、美味しい。それめっちゃ美味しい。さあ、この隙にディガー削り。うおー、やば！トルネスを使う？さあ、GG ですね。OK！ 旧展開到達ということで。そう、ゴブドリ意外とね、守りますね。まあ、でも思ったより削られたね。だから、タルババかな？タルババさえ持っとけばいいかなって感じですね。ということで、さあ、7000来ました。あ、おる、おる？あれ？てんてんてれてれてれまあまああるあるだね。まあどうせ勝てるっしょ。なるほどね。まあ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 、どうすかね。防衛しやすくなったのは美味しいかな。あと防衛、相手のゴブドリ防衛があんま強くないっすね。そのゴブリンが出てくるの遅いんで。だから、あれよね、施設の位置をちょっとでもずれちゃったとしたら、まあ、ゴブリンがね、ずれてもゴブリンが、行ってくれることによって、こっちに寄せてるとかね、寄せたりっていうのができてたんですけども、そういうのもできなくなる。プリンスとかをね、こっちに寄せてあげるっていうのができなくなる。まあ、あんまないけどね、そのミスなんで、それはまあ。さあ、ペッカ工場かな。ペッカ工場めっちゃ多い。嘘。めっちゃ嘘。めっちゃ嘘なんだけど、結構多いっすね。最近の環境割といますね、ペッコーは。多分環境結構いいんじゃないかな。ゴレがやっぱ強いんでね。ゴレが多いんで、多かった。まあ今もちょっと多いんですけど、別に。だから割とね、見ますね、ペッコーは。勝っていきたいね。これ、アイゴレで、ちゃんとね、この、ちゃんと釣れるように。ミスったら終わるんで。ここで、まあ、相手がドリル持ちか持ちじゃないかで、だいぶ変わってきてはりはするんですけども。なるほど。どうしようかな。これ、処理しに行くか。一応行きますか。まあ、どうせ延命されるんですけど。そっち行く？あ、そっち行っちゃうか。じゃあこれ、ボムタワーですね。ボムプラスの、うわーこれゴーストやっちゃったな、マジか。ザップ来るかな？うわー、いてー、それマジいてー。いやーゴーストやっちゃって、雪玉で変なことしちゃいましたね。雪玉のノックバックのせいで、ゴーストが外側に行っちゃったんでね、それがちょっともったいなかったかなーと思います。でもどうしようかな、これ。ケツペッカ来る。うわー、うわ、すごい、それ。めんどくさい。でも、これでいい気がする。ディガー、マジで早い。早すぎ問題。ディガー、早すぎ問題あるよね。これ、こうかなあ、待って、間違っちゃう。ガチか。これ、エレキでさ、やられないの欲しいんだよね、マスケが。いや、完璧。完璧すぎ。これは、潰しに行きます。ペッカかな、端前で。おっと、これエレキ来るかな。これじゃあ、ユーノムシですね、僕は。これ、もう一発落としたいな。オッケー、勝ちかな、これは。勝ちました。まだわかんないけど、多分勝ちですね。こっから負けることはないでしょ。オッケー。いいっすね、あそこ逆サイ行ってあげた方がよかったね。正解でしたね、行って。このね、アイゴレの釣りいいですよ。一個落とした後。アイゴレこの辺に出してあげると、こっち側にね、釣れてってくれるんで、結構おすすめですね。よーし、7000来ましたということで、まあまあまあ、これは相性がよろしいですね。さあ、来たよ。ででん！いやー、紫じゃないのダサいね。紫がいいっすね、やっぱり。神々への挑戦、到達ということで、スクリーンショットをしていきまして、あと1戦いって終わりたいと思います。いや、8000、今季行きたいっすね。17日で今トップがいくつだ、74か。あー、どうすかね、微妙かな。一人も出ないシーズンってあるんかな。
てか8000がさ、2桁とかだったらさ、笑っちゃうよね。展開ラインが2桁って、マジ時代変わったなーって感じですよね。昔はそうだったのかな。昔あんまわかんないんですよね。そんな上位いなかったんで僕。KK9212 来たー。 KK さん来ましたね。嬉しい。KK さん最近めっちゃ当たるな。マルチでめちゃめちゃ当たっていますね。動画を撮っているのか、なんか配信をしているのか、どれかですね、多分。これやっぱもういっちゃおう。で、このケソカップって読むかわかんないんですけど、この KK さんがね、今いるクラン。このね、大会マジすごいんですよね。KK さんが日本で8名に選ばれたみたいな。すごいっすよね。日本で8名、違う違う違う。なんか、世界のトップ8まで行ってるみたいな大会ですね、KK さんが。いや、すごいよな。マジでうまいっすよね、この人。結構動画見てる。面白いっすよね、KK さんって。これトリトン許容します。で、ファイブが、なるほど。ロイジャーかと思いきやメガナイトがいたんで、ちょっとわからないって感じですね。うわー、マジか。エレキの位置うまいな、それ。でもこれは、豚にならないんでね。オッケーオッケーオッケー。これ、結構早めにアイゴレつけてあげて、相手に処理させづらくするっていう。まあ、エリババがワンチャンいるのかな。しっかりタレまで当ててくると。いや、これタレ延命してもよかったな。思ったよりマスケ残りましたね、今。いやー、ここ難しいところではあるんだけど、一旦受けから入ろうかな。いやー、なんだろう、ロイジャイとかいんのかな。ちょっとデッキがわかんないっすね。ドリドリドリルいるんかな。これ一回、あ、やっぱ、あ、そいつか。なるほど。うわー。いやー、エリクサーめっちゃ使っちゃったなー。ちょっと、もったいないっすね、今のは。さあ、トリトニア切ってくる。トリトニア。トリトニア。さあ、マザニク切ってくれたんで、ここはね、エレキ潰しに行きまして、まあ、ファイボかな。ライトニング。これトリトン許容します、許容。めっちゃ神々。何今の。超しゃくれてる人みたいだったよ、俺。で、これブッパですね。これ多分ね、捨ててくることはないんですよね。そう、絵で切ってないんで。なので、がっつり言っていいと思います。で、リオバが来るかな？オッケー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 。いや、ここだなー。いや、これ多分落ちるんで、さすがに落ちろよ。落ちはしないか。結構削れるんで。うわぁ、ヒースピーうまっ！ちょっと待って！そのヒースピーうますぎ！やばい、終わった！あ、やばい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 、マジで無理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 、いやー！はい、ということで、新環境。KK さんが強かったです。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、バイバーイ。